戦いの末、呂布は孫策に勝利し、炎術もろともこれを退けた。曹操が勢いを失った今、周囲に呂布と対しうる敵はいない。ならば今こそ長安へと剣道将来し、かつての雪辱を果たす時。李鶴、郭汜らを討ち、帝を手中に収める。だがそれではあの董卓と同じではないか。呂布は考える。ならば己が取るべき道は。一方袁紹は、呂布が天下への最後の一手を打つと察知。これを阻止するべく命を破り、呂布に対し大軍を差し向けた。天下を制するは己。袁紹の息を感じ、呂布はこれを迎え撃つ。長領陳宮も袁紹の大軍を前に機嫌を上げる。勝つのは飛信か明族か。決戦の地関東に両雄が激突する。その名を轟かせましょうぞ。袁紹め、手を組むだの戦うだのと、なんとせわしない。致し方なしかと。それほど我らは乱世の脅威となったのです。なればこの勢いに乗じるべし。今の我らの前に怖いものなどありません。しかしこれほどの軍を要するとは。おそらくはこの乱世に最大の勢力か。何の数を頼んだところで呂布殿にかなうべくもなし。さあ世間知らずの名族殿に力の差を教えてやりましょうぞ。呂布殿の道を阻む者、この趙文元が撃滅せん。よし行くぞ。袁紹、俺たちが怖くなせや。立ち塞がるのは容赦せんぞ。呂布め、貴様の進撃もここで終わりよ。明徳の武士の正教さを示すのだ。兵の鷹を覆すのが軍師の役目。今度の陳宝台は必ずや勝利を我らに。大軍で平反戦を立てば崩れるのは必然。まず平反戦を制断しましょうぞ。長領の殿には変身を取ってもらいましょう。いかがでこの要所。放ってはおけません。上々の仕上がりですよ。お二人の動きはこれでよし。私は援護に回りましょう。
こちらの婦人に送る花。知らすな、この長州内が許しませんよ。どんどん行きますぞ。敵将撃ち取った。お見事、見せつけてくれますな。たった一人でも送られ、我が知略の餌食になりたいらしい。愚かな軍師ですね。せめて美しく散って私を楽しませなさい。父に飛び込まずして野望は果たせません。あなたを倒し勝利、勝利を我らに。おい、我が治癒で葬ってくれ。はっ、私の勇士をご老じろ。かわいそうだな。
働き。すればどうなる。身をもって知るがいい。決めますぞ。私の勇姿をご老じろ。敵の攪乱だ。呂布軍を慌てさせてやろうじゃないか。やれやれ、本陣を気にかけて戦わねば。戦争は本当に厄介な存在ですな。無理、今こそ勝って勝ったと思うなよ。上々の仕上がりだ。よし、今だ、門を開け。曹操軍と連合し、呂布の本陣を目指すのだ。決めます。私の勇姿をご老じろ。おやおや、ついに反則つきましたか。では、我らの勝利で最後の軍戦と参ります。我が知略の餌食になりたいらしい。ここに獲物がいるってのは分かってたぜ。あ、おとなしく狩られるんだな。調子はどうだ、呂布の軍師の。さて、あんたを倒せばこの戦は終わりだ。これは曹操の軍師だと思う。そう簡単に私が倒れるとお思いなのかな。今日はだって俺、次にまた頼むわ。痛快ですな。
せつけてくれますな。さあ、いよいよ我らの天下は目前ですぞ。